はいでは、コミュニティデザインの思考ということで、コミュニティマネジメントの考え方、あるいは実践方法に関して、今日はお話ししていきたいと思います。えっと、まずですね、スライドの構成として、えっと、1つ目の、えっと、コミュニティマネジメントがなぜ重要なのかというふうなスライドが別途あります。今回はコミュニティデザインの思考ということで、実際にどうやってコミュニティを使って、作っていくのかに関してのお話をしたいと思っています。それぞれですね、ホワイト、ファットが前半で、えー、今日の第2はハウの部分になります。 特にこのスライドにおけるコミュニティというのはどちらかというと目的ベースのコミュニティになっています。どちらかというとその土地とか情緒愛着に基づくコミュニティではなくて何かしらの目的があるコミュニティをどう作っていくのかというふうな観点でのお話になります。 でコミュニティデザインの方法とかですね、手法に関してはいくつかの本があります。で、えっと、その中でも特にこのあたり、まあ、ビジネス系で比較的よく参照されているといいますか、読まれているものはこのあたりかなと思っていますで。それぞれ特徴がありまして、例えば、このバズイングコミュニティーズという本では、コミュニティマネジメントを考える上では、この8つのことを考えるといいですよ、というふうなことが言われています。で、2001年ぐらいにですね、2000年ぐらいですかね、えっと、ちょうどネットが流行り始めた頃、 にネットコミュニティ戦略という本が書かれまして、これはあの勝間和代さんが推薦文を書いている本だったりするんですけれども、まあ、こうしたコミュニティ本だと、えっと、7つあ9つの戦略ということで、えっと、いくつかの戦略をきちんとしていきましょうというふうなことを言われています。あるいは、より、まあ、研究から出てきた、えっと、比較的ビジネスに近いコミュニティのところだと、この実践コミュニティですね、コミュニティオブプラクティスというふうなものがあ,のあったりします。 似たような概念でネットワークオブプラクティスと実践ネットワークというふうな概念もあったりしますが、まあ、比較的、こう、固定性とかの研究から生まれてきたコミュニティ作りっていう,、まあ、と,いうところで、どちらかと,と社内のコミュニティとかに近いところだとは思いますが、まあ、こういう本だと、このようなですね、7つの、えーまあ、プラクティスというところをプラクティス実践例というものがあの指,名指定されています。 MIT のコミュニティ本というものがありまして、これ、比較的こうオンラインとかで使えるような内容にもなっていますが、このコミュニティ本だと、いくつかのチ、えっとまあ、ャプターと、そしてそれぞれのなんかやり方に関して、研究をベースに、エビデンスをベースにですね、どうデザインしていくべきかというところが書かれている本だったりします。 まあなので、トータルすると、コミュニティのデザインにはいろいろ考え方があって、今回私の方ではまあ独自に整備して、8つですね、8個のデザインのえとアスペクトが必要なんじゃないかというふうに考えています。これがこの8つで、戦略と統合、構造、体験とプロセス、ルールの規範、貢献、内部コミュニケーション、外部コミュニケーション、そして評価というふうなところですね。これの8つをきちんと考えていくことで、うまくコミュニティがデザインしていけるんじゃないか。 というふうなところと、これに加えてです、ね、前提として、まあ、どんなにコミュニティデザインをうまくしても、真ん中にあるその吸引力となるようなテーマとか製品とか、あるいは強い興味関心みたいなのがないとなかなかうまくいきませんので、それがある前提で、じゃあ、どういうふうにデザインしていくべきなのか、していくと良さそうなのかというふうなところを考えたいと思います。まずは戦略と統合とという,ふうなところですね でコミュニティデザインですの戦略と統合のデザインというふうなところですと、まずそのコミュニティマネジメントのさっきの本でバズインコミュニティという本があるんですけれども、まあ、この中で,です、ねえー、っとコミュニティマネジメントにはあのいろいろ8つのアスペクトがあるというふうな話がされていて、まあ、特にです、ね、一般的なにはなんかコミュニティというとコンテンツとかイベントと活動というふうなところが大事だというふうに言われていますが、まあ、実はあの本とかで言われているのはどちらかというとその戦略とかビジネスとの統合と。 いうふうなところが、特にビジネス系のコミュニティだと大事じゃないかというふうに言われています。なので、最初にですね、そのコミュニティの戦略、そしてどうとビジネスに統合していくか、コーナーデザインをいかに作っていくかが非常に大事なのかなというふうに思っています。コミュニティ自体をどう戦略的に位置づけるか、そしてそのビジネス価値をどう統合していくのかというふうなところです。イベントとかコンテンツはあくまで戦術に紐づく活動でしかないので、えっと、 まずはどういうふうな位置づけ、戦略していくかというところがポイントですというふうなところなので、まずはコミュニティの戦略のところからお話ししたいと思います。ビジネスのコミュニティにおいて戦略と目的というものがあるかというふうに聞くと、まあ、大体のコミュニティってそこまで明確な戦略がなかったりする模様です。これはアンケートとかもそのような結果が出ています。 あのよく聞く話としては、コミュニティ戦略を考えていないところが非常に多いとか、目的がなく始まるケースも多々ある、担当者がまあコミュニティといいますか、ユーザーとつながりたいからや,って始めやり始めましたみたいな感じで、ボトムアップで始まっているがゆえに、熱量はあるけれども、戦略的ではないとか。 あるいはビジネス的に経営陣が認めているコミュニティではなかったりするとかいう感じで戦略がないケースがよくあるパターンだと言われています。そういうのを確認するためにはこのコミュニティの3ケースのゴールは何ですかとこの問いに答えられないとなかなか戦略的ではないと今現状としては戦略的ではないと言えるかもしれませんし何のビジネス的価値のためにコミュニティがあるのかという問いに答えられないとコミュニティにはまだ戦略がないというのかなと思います。 一方で、戦略がきちんとあることによって、戦略があるコミュニティの成長は非常に早いと言われています。戦略的にまあ承認を受けているコミュニティ、社内的に承認を受けているコミュニティは2倍の速さで成長する、価値化成長しているというふうに言われていますし、戦略を承認されているコミュニティ、まあ、ゲージに承認されているコミュニティは3倍の確率でリソースのロードマップを持っているとか、あるいは幹部がちゃんとベッドしているみたいなところがあったりします。 まずは戦略を考えましょうと。戦略を考えることでいろんなメリットが得られますよというふうなのが最初のポイントです。このフェバビーというですね、比較的こういうビジネス向けのコミュニティを作ることを支援していたり、それ向けのコンテンツを用意している、バジンコミュニティとかが書いた著者の方がやっているサイトですけれども、こちらもいろんなガイドがありますので、例えばこういうガイドを参考にして考えてみたり、 あるいは、このいうテンプレートですね、コミュニティ戦略を作るためのテンプレートというふうなものを少し使って、自分たちのコミュニティ戦略を考えてみると、もしかしたら何かしら見つかるものがあるかもしれません。ポイントはただですね、やっぱりいずれの企業戦略とかもそうですけれども、戦略キャンバス的に何をするか、何をしないかっていうのをきちんと決めること、これが非常に大事なのかなと思います。 例えば、ウォルマートの戦略キャンバスを見てみると、えっと、このウォルマートっていうのは低価格とか幅広いジャンルの品揃えっていうところに自分たちのサービスレベルを一気に振って、そして買い物の手伝いとか店の雰囲気は、まあ、サービスレベルあまり振らない、リソースはあまり振らないみたいな、まあ、そんな感じで,ですね、顧客が本当に求めているものに対してリソースを張って、えー、それ以外のようなことはほとんどしないみたいな、えー、いうことが大事になってくるかなと思います。 なので、それぞれのコミュニティにおいても、こういうですね、それぞれどういう軸で自分たちのリソースはどこに振るのか、そして何をしないのかというのをきちんと決めておく、これが戦略の第一歩なのかなと思います。なので、そのコミュニティのトレードオフですね、何をするのか、例えば交流を重視するのか、あるいは交流はあまり重視しないのかとか、このあたりのきちんと位置づけというものをしておくのが大事かなと思います。 まあ本当によく言われることですが、戦略とはやらないことを決めることなので、えー、といかにやらないことを決めていくのか、このコミュニティでは何をしないの何をしないかを決めていくのが非常に大事なのかなと思っています。なので、コミュニティに目的とか領域がありすぎないようにするというのが大事です。コミュニティというと、本当に一緒くたりにしてしまうと、なかなかこうですね、えー、といろんな人が入ってきてしまいますと。まあ、一社に一つのコミュニティだと、えー、プロダクト寄りのコミュニティもあれば、えー、マーケティング寄りのコミュニティもあればとか、あるいは何でしょうね、えー、とプラットフォーム寄りといいますか。 何かその上で作る人たち向けの,プロだあのコミュニティもあればといろんなコミュニティがあったりするのでちょっと大きくなってくるとですねおそらくコミュニティは分割していって1社でも複数のコミュニティを持っているみたいな状況にしておくいた方がいいのかなというふうに思っていますあるいはあの適合性とか活動システムマップというものを使ってですね自分たちのこの活動はおそらく他のこの活動と相性がいいからこれはやっていきましょうとあるいはこの新しい活動は既存の活動とあまり相性が悪い、まあえー、とお互いこう なんでしょうね、相互補完し合うとか相乗効果があるものではないというふうな状況にはこの活動をしない方がいいねっていうふうにこんな感じでいろんなアクティビティをそれぞれ、えっとまあ、うまく結びつけていけるような設計をしていくというふうなところが、まあ、あの戦略戦術レベルですかね考えていく上で大事かなと思います。 そううししたたたももののをいいいいいろいろままととめていくためててくにコミュニティキャンバスというものが用意されていたりしますこういうものをうまく使って、例えばです、ねえっと、戦略のアイデンティティ、そして体験、構造、この3つの枠の軸を決めていくというのが一つ自分たちのコミュニティの戦略を作る上でもしかしたら参考になるかもしれません。あるいはこのミニマム・バイアブル・コミュニティみたいなものを考えてみるというふうなことも一つお勧めされていたりします。 まああのもし何かとっつき側、何か何もないんであれば、こういうものを使ってもいいかもしれません。特にですね、一度、アイデンティティですね、えー、と体験という風な部分だけでも、一つ,ずつまあ整理してみるといいのかなと。 そうした戦略を考えた上で、じゃあどう統合していくのかという観点ですけれども、コミュニティマネジメントっていうふうなことを担当するコミュニティマネージャーは、社内をどう説得するかとか、どうビジネスに対してバリューを、価値を出していくのか、統合していくのかというのも大事な仕事です。そのコミュニティの価値を社内に認めてもらって、ビジネスに貢献するのも仕事であって、コミュニティの方ばかり向いているだけではあまり意味がありませんよというふうなことは、まあ、結構海外でもよく言われています。 そのためにですね、どういう時、どういうところでコミュニティが価値を出すのかというふうなところを考えて、例えばスペースアイっていうふうな整理の仕方があったりしますが、それぞれですね、カスタマーサポートとか、プロダクト、ユーザーのアクエジションとか、なんかいろいろあって、それぞれに対してこういうふうに貢献できますよっていうふうなものが整理ができるというふうに言われています。なので、コミュニティの KPI をですね、こういうどれに紐付けてやっていくのかっていうのを考えて、コミュニティの KPI をきちんと、えっと、ま、あ 評価軸にに入れてていいくっていうのが非常に大事かなとあるいはコミュニティの 2B 像をちゃんと言えるかどうかっていうところも非常にこの統合という観点では大事で、まあ、アズイズのコミュニティはこういう状況ですと、2B のコミュニティはこういう状況になっていたいですっていうところを、まあ、スマート、スペシフィックでメジャラブルで、アーティナブルでっていうふうなことで言えるかどうかっていうふうなところをきちんとですね想定できているかっていうのも戦略並びに統合という観点では非常に大事かなと。 なので、そういうコミュニティのビジョンがちゃんと言えるかどうかっていうところが、まずはコミュニティマネジメントの第一歩かなと思います。そして一度決めたら、目的とビジョンを繰り返し、コミュニティメンバーに伝え続けること。これが大事なのかなというふうに思っている次第です。で、コミュニティはただですね、状況とともに変わっていきます。まあ、本当に最初のフェーズから、あの構築期、成熟期、法和期、分裂期というふうにいろんなライフサイクルがあると言われていて、その状況に応じて、段階に応じて戦略設計をし直していくというのも大事かなと。 ただから初期はですね熱狂的な人たちを集めて小さく始めることがポイントになってくるかなというふうに思います。じゃあ、そのコミュニティの戦略を決めた上で、じゃあどういう構造を作っていくのか、まあ、体験の前に構造に行っちゃうんですけれども、その構造のデザインというところをお話ししたいと思います。コミュニティの構造という観点だと、まあ、いくつかのポイントがあるかなと思っていて、一つがサイズです。どれぐらいのサイズ感にするか、そしてメンバーの比率、どういう人たちを受け入れていくのかというふうなところ。 まあ、ゲートキーピングがどこまでするのかどうか、まああの、誰でも入ってきていいよっていうふうにするのか、えー、とある程度ゲートを設けれるのかみたいなところ、でその辺を採用できること、あるいは階層構造みたいな形で、えー、とスーパーランユーザーみたいなランク付けをするかどうかみたいなところも構造のメインかなと思。 例えば、ダンバー数っていう、まあ、最近再現性がないと言われていますが、あの人の認知条件が150人じゃないかみたいなことが言われていて、えー、とここはちょっとまああの疑念を挟む余地が結構あるところですけれども、まあ、150人ぐらいを目途にです、ね、どういうふうにコミュニティにしていくのかっていうのを考えていくべきかなと。えー、というのもです、ね、いずれにせよコミュニティのサイズが大きくなってくると、あのセンスオブコミュニティコミュニティ感覚、コミュニティ感というふうなものと、えー、と情報とですね、インフォーメーションオーバーローというものが起こると言われています。 なのででそういういにはですね、例えば構造の一つとして、サブグループの作成をすると。例えば、サブグループを作ると、ですね、コミットレンメントレベルが上がるというふうに言われていますし、あのインフォメーションオーバーロードもなかなか起こりづらくなってくるので、す、ま、べ、あ、ての情報が来るわけではないので、なくなるので、適切なあのグループにできるというふうなところになってきますと。 そういうサブグループを作っていく、例えばサブグループとして特定の興味関心で方針を持たせるのか、あるいはサブグループ,化を,サブグループを支援していく、コミュニティをつないでいくみたいな、コミュニティのメンバーをつないでいく支援をするのかとか、そういう仕組みをちゃんと作っておくみたいなところがサブグループ化に向けた Tips なのかなというふうに思っています。 あるいはですねサブグループを作るときに、方針というものが非常に大事で、サブグループの立ち位置や制約はきちんと行ったほうがいいと言われています。あのコミュニティ全体として、この辺にアイデンティティありますよというふうなことを言っておいて、その中であればサブグループ作っていいですよと。サブグループとメイングループの方針が合わない、アイデンティティが合わないと、サブグループの効果も下がると言われているので、このあたりはです、ねえっと、きちんとアイデンティティの範囲内でサブグループを作ってもらうと。 いいうのが大事だと言われています一番うまくいったサブグループの構造としてはおそらく、教会ですね、土地に基づくというところになってくるとは思いますが、本当に大きな教会コミュニティがあって、各地方の教会というものがアメリカなど特にあるというふうな状態になって、そういう感じでサブグループを作ることで、コミットメントをそれぞれそれなりに引き出すということがうまくいっているのがサブグループかなと思います。あ教会かなと そういうサブグループの構造をどういうふうに考えていくのかというところをぜひ気をつけながらやってみてください。ので、えっと、まあ、なのでですね、えっと、どういうサブグループ、どういうサイズで作っていくのかを考えながらやってみるといいのかなと。なので、単一のコミュニティを作るというよりは、徐々に大きくなってくると、ネットワーク化された複数のコミュニティをどう作っていくのかという観点が大事になってきます。である意味、コミュニティを作るというよりは、メタコミュニティをどう作っていくのかというのが、おそらく会社も規模が大きくなってくると、重要になってくる考え方なのかなと。 じゃあどういうつながりを構造的に作るべきなのかというと大きく強いつながりと弱いつながりそれぞれの両極があって強いつながり弱いつながりそれぞれにメリットデメリットがあったりします強いつながりのメリットは信頼が生まれてパフォーマンスが高まりやすいとかお互いの行動を変えやすいとか暗黙知の伝達に有利だったりするとか が行われやすすいいみたたなところがあったりしますただデメリットとしては新値態者が行な起こらなかったり、新しい情報が入ってきづらいというふうなところがあるので、強いつながりばかりだと、えそういう情報面で、えっと、お得くなってしまう可能性があると。一方、弱いつながりのメリットは、新しい情報が入りやすいとか、新しい発想が比較的、まあ、弱いつながりというよりは中ぐらいのつながりが一番いいんですけれども、新しい発想が生まれやすいとか、えっと、多様な情報の伝達に有利であるとかいうふうなところがあったりします。 一方でデメリットとしては、互、ま、恵、あ、的な、互助的な関係性を弱いつながりは築きづらいというふうに言われています。なので、どちらがいいかはコミュニティの目的次第で、えっと、どういう目的に応じて、どういうつながりを作っていくのかが変わってくるというふうに言えるのかなと。まあ、これが中ぐらいがいいというふうなところですけれども、まあ、創造性という観点だと、それなりに新しいような情報が入ってくる。 そういうネットワークでかつ結合し密に結合しつつ、えー、必要以上にしていない時の方が、まあ、クリエイティビティが発揮されやすいというふうなことが言われている論文だったりします。あとは誰が何を知っているかを知る、まあ、そうした構造をきちんと使う、えー、作るのも一つの大事なポイントかなと。 例えばコミュニティのトランザクティブメモリーを作るというふうにここではまとめていますが、誰が何を知っているか、Who knows what がトランザクティブメモリーだと呼われています。これは、えっと、エンコーディング・ストレージ・リトリーバルという、まあ、それぞれのステージで行われると言われていて、えっと、誰が、まあ、メンバーの知識のドメインを知るとか、えっと、誰が何を過去にしたかみたいな過去の行動とかを会話やお互いのインタラクションから知っていく時、えー、ところから始まって、まあ、ストレージしてそれを思い出せるようにするみたいな。 こういうですね、誰が何を知っているかを知っている組織は非常に強いと言われますので、おそらくコミュニティもですね、あの人はあのことを知っているから、多分聞けばいいんじゃないかなみたいな、そういうトランザクティブメモが作れると、非常にこうあの生産性の高いコミュニティになっていくのかなと思います。あるいはコミュニティの構造という観点だと、スーパーユーザーみたいな、5%とか1%とか、トップのユーザーに対してきちんと何か、えー、っとまあ、 利益を与えるであったり、何かその、えー、賞賛を与えるみたいな、そういう構階層構造を作ると比較的うまくいきやすいというふうなことも言われていたりします。あえて一部を優遇するというのも一つのやり方かなというふうに思います。まあ、こうしたですね、いくつかの構造を作っていって、えっ、ー、とうまくユーザーまあ目的に合ったえっ、ー、とまあ体験なり、えっ、ー、とまあ何かを生み出していくというふうなところがまずはコミュニティのポイントかなと思います。 そのた体験をどう作っていくかというふうなところですが、コミュニティキャンバスのこのピンクの部分ですね、この体験というふうな部分ですが、どういう体験を作っていって、コミュニティメンバーにしていくのか、あるいはコミュニティの中でうまく活躍していくのかというのが非常に大事だしと。例えばですね、これは、えっと、タクマのモデルとかを参考にしたあの、まあ、コミュニティのエンゲージメントレベルというところですけれども、まあ、興味関心から入ってゲートを通って、 でそしてオンボーディングをして、まあ、ちょっと下がって、まあ、熱狂が下がっていって、えー、エンゲージメントのフェーズがあって、えー、徐々に徐々に自分たちのちょっとノーミングといいますか、あのー、そのコミュニティの規範が分かっていってパフォーマンスが出ていくみたいな感じでまとめられるのかなと思っていて、まあ、グループあのコミュニティっていっても非常にこうです、ね、いろんなエンゲージメントの度合いの方々がいらっしゃって、まあ、周辺グループから入っていってアクティブグループになってコアグループになっていくみたいないう,ふうな感じで、まあ、いかにこの 最近だと東洋樹さんなんかが観客を作るかみたいなことを言っていたりしますけれども観客としても参加できる周辺グループがあって実際に動くアクティブグループがあって本当に貢献してくれるコアグループがあるみたいなこういうですねいろんな関わり方を許可していくコミュニティの方が比較的大きくはなりやすいですしそのレベル下の適切な行き来をちゃんと支援していくそのガイドを行うっていうところも非常にポイントかなと。 あるいは最初のゲーティングというところですねゲートの基準をきちんと決めて、えっとまあ、それ以降の体験をきちんと良くしていくために例えばハードルをきちんと設けるとか何回投稿したら加入可能、まあ、ディスコードとかもやってますよねとか、えー、紹介制度として何人から紹介を受けた人しか入れないみたいな形にしておくとか、まあ、こういうゲートをある程度作っておくことでそれ以降の熱量がです、ね、ある程度担保できるというふうなところもあったりします。 あとはコミュニティも、まあ、あとどんな,なんでしょう、ね、会社もそうですが、オンボーディングが非常に大事だと言われています。会社だと90日間でいかに成果を上げさせ、新入社員に上げてもらうかっていうところが最初のパフォーマンスを出していく、あるいはその後定着するかどうかのポイントだと言われますが、おそらくですね、オンボーディングはコミュニティも非常に大事で、例えばですね、この3つですね、バリュー、アタッチメント、コントリビューション、この3つをいかに早くやってもらうか。 ををを感感感じじじててててもももらららうううそし愛着貢献例えばそれぞれですね、えー、っとストーリーという観点とかだとアタッチメントを作っていくとか儀式をしてアタッチメントを作るとかあるいは役割のアサインとか初期のタスクを明確に渡してコントリビューションをきちんとしてもらうあのそしてスポンサーの配置とかですね、えっと、価値をきちんとあの。 まあ何でしょう最初に価値を感じやすい、マジックモメントにたどり着きやすいような、そうした支援者をちゃんと用意しておくとか、なんかそんな感じでですね、いくつかの活動をやっておくと、それぞれのこうした価値、アタッチメント、コントリビューションみたいな感じのところをきちんと感じてもらって、オンボーディングしやすくなるのかなと思っています。このあたりに関しては、個別にあのスライドの方をご覧いただければと思います。 ので最初にですねオンボーディングを考えるとき、これはおそらくあの従業員を雇うときもそうなんですけれども、そのコミュニティから得られる価値とか、愛着感とか、貢献とか。 これのマジックコメントをきちんと用意しておく、そしてそれを設定しておいて、早くそれを提供するというのが大事かなと思います。ただ、Facebook も初期の方とかは、もう1日目にデプロイさせるといいますか、コミットさせてデプロイさせるみたいなことを、極力早くさせるというふうな形で、コミュニティに貢献してもらって、そしてそこで賞賛を受けて、一気に愛着を増していくみたいな。 そういうプロセスをやっていたというふうな話も聞いてたりするので、従業員に対してですけれど、だからそういうです、ね、貢献しやすさっていうところをきちんと提供しておくというのも一つ大事かなと。 なので、こういうオンボーディングのような活動を繰り返すっていうところが最終的には大事になってきます。こういうあくまでオンボーディング一例でしたが、そうあの先ほどの行動は活動はおそらく関与を増やしていくという観点でも非常に大事で、新規メンバーが実装してもらえるまで、既存のメンバーとか、あるいはコミュニティマネージャーが支援し続けて、そして徐々に徐々に関与を増やしていくっていうのが大事なのかなと。 こういうオンボーディングの有効な活動は、明日から使えるコミュニティマネジメントの手法リストでもあるので、ぜひ参考にしてみてください。ただ、良いプロセスを決めても、実行を徹底しないとなかなか意味がないので、まあ、きちんとですね、コミュニティ施策の実行を、まあ、リズムを持って、あるいはトリガーをきちんと決めてとか、フォローアップをしてとか、ですね、継続的な連絡をしてみたいな感じで、えー、っとリズムの、えー、に即してやっていくのが大事かなと。 この辺はもう本当に多分フルタイムでアサインしないとなかなかコミュニティ大きくなってくるかマネ、えっと、マネジメントできないので、きちんとコミュニティマネージャーがやっていくというのは大事かなと思っています。そしてメンバーにコミュニティの中心人物になってきてもらって、例えばコーディネーターみたいな感じで、えっと、サブグループのリーダーになってもらったり、オーナーシップを持ってもらう、あえてスタッフの業務の一部とかを持ってもらうとか、あるいは橋渡しをしてコミュニティ、他のコミュニティの橋渡しをお願いするとか。 あるいはコミュニティをやめておく、えっ、ー、と、途中までですね、うまくいってても、途中からうまくいかないような方々とかに関しては、コミュニティをやめてもらう。ある意味、そのオフボーディングに関しては、まあ、ルールをきちんと決めておくというのが大事かなと思っています。本当に個人のライフステージでもですね、ライフステージというか、コミュニティのエンゲージメントステージによっても、コミュニティから得られる価値がどんどん変わっていきますと言われています。 例えばこれ実行決定理論のモデルとコミュニティへの動機づけというところとのえっと当てはめですけれども、最初は自分たちで決定できない形でコミュニティに入ってくるんですけれども、徐々に徐々にえっと内発的動機で自己決定できる範囲も増えていって、本当にそのコミュニティに入っていくという,ふうなこともできると思うので、ぜひですねコミュニティの価値とか、お客のジョブみたいなところをその入ってくるメンバーのジョブというところをカスタマージャーニーマップとかで整理して。 見るとといいいいのかなううふうに思いますこれは多分新しく入ってきた従業員にとってもどういうふうな体験をしていってほしいのかみたいなところをブループリンキで書くのもいいですし今現状どうなっているのかを整理こういう形でしていくというのも大事かなと思っていますあとはコミュニティやっていく上でやっぱルールと規範というのが大事でコミュニティの文化を作るのもコミュニティマネジメントの仕事ではあるのでいかにルールとかポリシーとかガイドコード・オブ・コンダクトとか含めて作っていくのかというところとそういう明文化されてない規範 というところもあったりするので、この辺の規範をきちんと作っていくのが大事かなと。例えば、体質ポリシー、出て行ってもらうポリシーを決めるとか、どういう行為を推奨するのか、あるいはどういうものにどういう衝突が起こったらどう対処するのか、ガイドラインを決めておくとか、プロセスをきちんと決めておく、このコミュニティアカデミーのガイドラインサンプルみたいなものがあったりするので、こういうのを決めておくといいのかなというふうに思います。まあ、あの授業に雇うときとかも、まあ、こういうガイドラインとかですね、あると便利だと思います。 あるいはそういう明文化できない、しづらい社会規範というふうなところに関しては、もう日々の徹底ですね、雑草を抜いていくみたいな感じで、容赦、容赦でですね、えっとえー、受け入れられない行動に関しては、その度その度言っていくみたいなところとか、英語的プライミングをやっておくとか、あるいは称賛をきちんと、優れた行動は称賛していくみたいな感じで、規範を作っていくのも大事かなというふうに思います。 文化が戦略を食うというので、ぜひですね、戦略、いい戦略を作ってもうまく文化が作れてないとダメなので、ルールとか規範をうまく作っていきましょうというふうなところです。そして貢献ですね。貢献を促すことで、他のメンバーへの価値が生まれます。他のメンバーが価値を受け取ることができます。だけではなくて、コミュニティに貢献した人はコミュニティをより好きになるというふうに言われています。なので、コミュニティの中でですね、いかに貢献の経済ですね、を回していくのかみたいなところが大事になってきます。 でこの貢献のトランザクションを増やして信用を重ねていくこと、コミュニティの中で貢献を増やしていくことが受け取る側にとっても発信する側にとっても価値になっていくのでコミュニティのフックモデルみたいなものを作っていかにどういうふうにそのインベストメントをしていってもらうかそして、えっと、いろんな貢献の仕方を、えっとまを、あ、許容するといいますか一部は許容してその貢献をしてもらうかというところですね。 コミュニティの貢献の種類としては、まあ、いろんな種類がありますよと言われています。アドボケーターとしてやっていくのか、リーダーとしてやっていくのか、あるいは、ランしたい人に対して情報を与えていくのかとか、まあ、いろいろあったりするので、そのメンバーの状況に応じた貢献の仕方をきちんと考えてあげるというのが大事かなと思っています。その貢献の仕方をいくつか用意しておいてあげて、貢献しやすいにしておくと。 あるいは貢献を促すためにですね、貢献してほしい項目をリスト化しておくとか、パーソナライズして、えっと、自分、名前をつけて、この人向けにきちんとえゥーとメールで送るとか、具体的かつシンプルにお願いしておくみたいなところとか、例えば NPS に関しては、NPS をつ取ろうとした、ね、ドックサインとかはですね、えー、具体的にあのすごい高い NPS を取ってたみたいなんですが、あの 勝手にあの紹介してくれるかっていうと、そんなことはなくて、きちんとなんか宣伝してくださいとお願いしたら、高い n p s の人は宣伝し始めてくれたみたいな感じなので、ぜひですね、具体的かつシンプルに、まあ、こんな感じで、まあ、例えばですね、このスライドを読んでいただいて、コミュニティを盛り上げたいと思っている方は、ぜひコミュニティに関わる人必見とコメントして、Twitter か Facebook でシェアしてくださいと。お願いすると、比較的やってくれやすいと。 こういう読んでる途中でも今すぐにやってくださいっていうふうにやると、貢献を受け取りやすいといいますか、やってくれやすいというふうに言われています。あるいは貢献の例をちゃんと見せておくとか、役割を与えるとか、後継者同士のつながりを作ってあげる、あるいは余白を残すであるとか、フィードバックを与える、報酬を与えるとか、まあ、いろんな形で,です、ね、貢献を促すためには、えっと、いろんなことができるというふうなところですね。 例えば、マイクロソフトのフォーラムとかでは社員からの回答というのは24時間待ってから回答するようにしていたそうです。そうすることで、他のメンバーがですね、貢献できる余白を残しておきながら、えっと、コメントは必ず返ってくるみたいな状態を作り上げることができたと言われています。本当にこの余白とかゆとりとかかゆり 言われていますがこういうのをあえて用意しておくことでメンバーが試すことができたり、あるいはメンバーが何か貢献することができたり、何かが起こったときに受け入れられるようになっていくので、ぜひです、ね、この演奏するのではない、演奏は音符を演奏するんじゃなくて、場合を演奏するんだと、そのゆとりをきちんと作っていくのが大事なんだというふうなところで、えっとまあ、ポイントとして覚えておいてください。 そして貢献したことに対して自己効力感を得てもらうというふうなところで、まあ、達成経験だけではなくって代理経験、言語的説得、常識、公用みたいな感じで自分たちでは貢献できるというふうな自己効力感をきちんと鍛えてもらってそれを行動やパフォーマンスに作っていくみたいなところが大事なのかなというふうに思います。であとは内部コミュニケーションのデザインとかですねこの辺りに関しては少し時間がありなので飛ばさせていただきますが、まあ、絆を作るための 3B ブリッジバンドウィズ ワードビジネスそしてビギンみたいな感じで整理できるのと、そして三角形を作るとか、異なるクラスの橋渡しをするとかいうところを覚えながらやっていくといいのかなというふうに思っていますと。この辺をきちんとやってみてくださいというのと、 外部コミュニケーションとしてですね、コミュニティに興味をもらって持ってもらうためには活動をきちんと行っていきましょうというところで、まあ、いろんなことで外部コミュニケーション、このコミュニティスプラらしさを伝えておく、まあ、リクルートマーケティングみたいな感じの考え方をきちんと採用しておくといいのかなと思っています。あるいはコミュニティに対してもリファラル採用みたいな形でサブグ、えっと、メモリーパレスみたいな手法を使って相手を探していくというのも一つかなと。なので、コミュニティ用の力を使ってアウトリーチをしていくのがポイントですと。 そして最後に、評価とフィールドバックのデザインというふうなところで、まあ、いろんな評価をしていくといいのかなと思っています。定性的調査と定量的調査、両方組み合わせてやっていくというふうなところと、ただ、定量的調査に関しては、えっと、コミュニティにはよくエンゲージメントトラップというふうな罠があったりします。えっと、測りやすい活動を指標にしてしまって、それ以後、えー、なかなか無理難しくなるというふうなところですね。うん、こういう指標はあの、本当に効果のあるものを取っていきましょうというふうなところと、えっと、よく使われている KP はこんな感じですと。 というふうなところです。もし、セン部ブコミュニティを取るんであれば、こんな感じの、えー、とインデックスといいますか、取り方がありますよっていうふうなのがありますので、ここも参考にしてみてください。で、コミュニティキャピタルというふうな話もあったりします。まあ、こういう継続的な改善をしていくために、評価とフィードバックをちゃんとやりましょうねというふうなところです。で最後にコミュニティマネージャーですが、えー、とこちらはきちんと8つのデザインをきちんとやっておきましょうねと。 というふうなところと、メンバーの取り組みに対してファーストフォロワーになって、ちゃんと称賛してあげるというふうなところと、コミュニティの時期によって仕事は異なりますよというふうなところ、そしてスタートアップではおそらく従業員全員がコミュニティマネージャーになって、全員がですね、えっと、異なるコミュニティを持って、ユーザーコミュニティを持って、それぞれのコミュニティメンバーにきちんとアプローチしていくのが大事かなと思いますので、最後は実行がすべてですというふうなところで、コミュニティマネジメントをしていきましょうというので、今回のスライドは終わらせていただこうと思います。